皆さんこんにちは、看護師のしきです。5月ということで看護実習の季節になりましたね。というわけで今回は看護実習あるある10個をお話ししていきたいと思います。あるあるとそれに対してどう考えていけばいいのかなっていうのをご紹介していきたいと思います。まずあるある1つ目、圧倒的睡眠不足。これはもう皆さん実習を経験した人は絶対にあるあるですね。本当に記録の量が多いんですよ。しかも書けばいいっていうわけではなくて、調べないといけないし考えないといけないし、たくさん時間使うんですよね。あっという間に時間は過ぎていきます。記録はたくさんあるんですけど、私が思うに寝た方がいいです。睡眠時間が短いと体力も落ちやすいですし、頭も回らなくなってしまったり、心が疲れやすくなっちゃうような気がするんです。週の最後の方の学生さんを見てるとすごく心配になるんですね。だから寝る時間を増やす工夫も考えてみることをお勧めします。例えば帰ってきたら何時間やるって決めて、あとは思い切り寝るっていうのも一つの作戦なので、睡眠時間についても考えてみてくださいね。あるあるその2、なんでってすごく突っ込まれる。指導者さんっていうのは病棟で学生を担当してくれるナースのことです。なんで、どうしてっていうのをすごく言われます。これはどこの実習に行っても言われますね。なんでと言われて答えられない時ってすごく辛いですよね。それが怖い指導者さんに言われると余計辛いってなりますよね。私も指導者さんに、なんでわかんないんだろうっていう顔を何回もされました。このなんでっていうのはこれから働く上でもたくさん聞かれます。なんで聞かれるかというと、看護をする上で考えることっていうことがすごく大事なんです。こういう理由があるからこう行動するというように、根拠を持って行動することが必要になります。患者さんによっては様々な疾患であったり、薬が多かったり、あと動けるのがベッド上までとかいった安静度が人によって違うので、総合的に考えて患者さんに接する必要があります。ただ実習の時にそれを一気に考えるのは難しいので、なんでって聞かれて答えられなくても大丈夫です。大事なのは、なんでって聞かれたことは考えるポイントなので、後からそのなんでと聞かれた理由が分かれば OK です。もし指導者さんに質問されて分からなかったらその場で聞いてもいいですし、聞きづらかったら学校の先生にも聞いて大丈夫だと思うので、その理由を考える癖をつけられるといいですね。あるあるその3、指導者さんが見つからない。これはよくあります。実習中に報告したいこととか聞きたいことがあるときに見つからないんですよね。これはですね、学生さんだけの問題じゃないんですよ。働いてる時も、あ、これ伝えないといけないなっていうことがあって、それで病棟のナースを探すんですけど、大抵見つからないです。それぞれみんなピッチを持ってるんですけど、そういう時に限ってつながらないんですよね。ドクターの処置についてたりとか、入浴の解除する時とか、そういう時ってピッチがなってても気づかないことってあるんですよ。だから見つからないっていうのは学生さんにも限らずよくあることなので、焦らなくても大丈夫です。おそらく指導者さんも、あ、きっと今報告の時間だな、でも行けないな、ごめんねって思っているかもしれません。探す方法としては、グループのメンバーやついてくれてる学校の先生に聞いたり、あと急いでいる時、緊急の時はもう病棟の看護師さんに聞いても大丈夫です。もし毎回見つからないというのであれば、一度指導者さんと相談してみるといいですよ。そしたら、いなかったらここへ来てみてとか、いなくてもそこで待ってくれてればいいよとか言ってくれると思います。あるあるその4、指導者さんが怖い。みんながみんな怖い人ではないんですよ。ただ怖い人がいるっていう事実は悲しいんですけど、あるんですよね。私が考えるに、怖さにもいろいろなタイプがあって、例えば忙しくて余裕がないとか、自分が学生の時に厳しくされたから厳しいのが普通って考える人だったり、あとなんでこんなことわかんないのって考えちゃったりする人とか、あと口調が強めだったり、もうこればかりはどうしようもないので、実習は行かないと単位がもらえないじゃないですか。だからこう心を無にして、
あとはグループのメンバーとお話しするとか、そういうことでストレス発散できるといいですね。もう困ったら学校の先生に相談してみるといいと思います。そしたら学校の先生は守ってくれると思うので、一人で悩まないで周りの人に相談してくださいね。あるあるその5、新しい領域の実習開始初日、憂鬱ですよね。私も学生の時同じ気持ちでした。領域が変わると病棟も変わりますし、指導者さんも変わりますし、病棟の雰囲気はどうかなとか、指導者さんは怖くないかなとか考えたら頭がいっぱいになっちゃうんですよね。私は今でも覚えてるんですけど、母性が怖かったです。先生にも怒られるし、指導者さんも怖いし、ああ私は母性向いてないんじゃないかって思ったぐらい厳しかったですね。ただあんまりにもネガティブだとマイナス思考に陥りやすいので、少しはいいことがあるかもしれないとか、少しでもポジティブに考えられるといいかなって思います。学生さんからこうあまりにも心配なオーラが出てるときは、私からもリラックスできるように声かけたりしちゃいますね。ただ私の声がけで効果があるかっていうのはちょっと怪しいんですけどね。あるあるその7、指導者さんと学校の先生と言ってることが違う。これが困るんですよね。先生にアドバイスをもらって書いた記録を指導者さんのところにこう持って行って全否定された時、もう悲しみが深い。これ教える立場になって思ったのが、学校の先生と病棟の指導者さんって視点が微妙に違うのですよね。同じ班を指導してくれる役割ではあるんですけど、先生によるとは思うんですが、私の経験上、学校の先生は教科書寄りです。例えばこれは授業でやったよねって言ってたり、教科書に沿った考え方でアドバイスをくれます。一方指導者さんは、指導している時以外は病棟で働いているので、実習を受け入れてくれた患者さんとの付き合いも長かったりします。だからこの患者さんだったら実際こうやったらいいよとか、そういう現場寄りの考え方なんですよね。両方間違ってはいないんです。教科書も大事ですし、病棟では実際どのようなのかっていうのも大事です。ただ学生さんは挟まれてしまうんですよね。だからもし学校の先生にアドバイスされて考えたことを指導者さんに否定されたら、もう先生にこうアドバイスもらったんですけどって言っちゃっていいと思います。言った方がどうしてこういうふうに考えたのか指導者さんにも伝わりやすくなるのかなって思います。あるあるその8、学生同士の情報伝達が早い。あの病棟は怖いとか、もうすぐ情報伝わってきますよね。怖いって言われた病棟が次自分が行く実習先の病棟だと、もうあわわわってなりますよね。この前メンタルドクターの精神科 YouTuber 紫藤先生とコラボして、怖い看護師さんの対処法についてお話を聞いてきたんですが、こういう怖い病棟かもしれないとか、そういう情報ってこう心の予防線になるからいいらしいんですよ。情報があることでいざ怖い何かが起こった時に、ああこれかって知らない時よりはこう落ち着いて受け止められるそうです。まだ動画を見てない方はぜひ見てみてください。だから情報で心の準備をすることができるので、情報は聞いておいた方が良さそうですね。あるあるその9、みんな同じ髪型。長い人はお団子、短い人は垂れてきそうな髪を全部ピンで留めるので、もうほぼみんな同じ髪型ですね。統一感がすごいです。でも安心してください。こんなに厳しいのは実習だけです。もちろん感染面の影響があるので、髪がバサッと落ちてきたりとか、そういうことはないようにまとめたりしますが、働き始めたらお団子に指定されるわけではないので、髪型の自由度は上がります。実習の時だけの我慢ですね。最後になります。あるあるその10、実習期間が終わるとすごく嬉しい。これはもうあるあるですよね。もう実習が終わったら何しようとかすごく考えちゃいますよね。実習期間は朝が早いし、記録は多いし、大変なことが多くて、私未だに友達とお話ししている時に、実習ってなんであんなに大変だったんだろう、今そんなにあそこまで大変じゃないよねって話すことありますね。
就職すると実習の時のような分厚い記録はないですし、実習が終わるとあとは国試対策をすれば看護師免許がゲットできるので、皆さんが充実して看護実習ができるように応援していますよ。看護実習をする上でこういう動画があったらいいなっていうものがあったら、ぜひコメント欄にコメントお願いします。それでは今日の動画は以上になります。今日のお話があるあると思ってくれた方は、ぜひグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。 Twitter や Instagram もやっておりますので、ぜひフォローしてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。